さあ、ラーリーナでお越しの皆さん、イエーイ、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ズバリですね、今日は LDH のスポーツ部による異種競技ナンバーワン決定戦ということで、はい、野球、サッカー、バスケ、はい、ゴルフ、LDH の部活動メンバーが一堂に集結、さまざまな競技を行い、総合得点で優勝チームを決める部活の威厳をかけた戦いです。はい、はい、LDH 野球部中目黒雄二、サッカー部 LDH エスペランサ、バスケットボール部中目レモンスピーダー、紳士のスポーツ、新しく生まれ変わったゴルフ部は今回のダークホースか。最初の対決は十種障害物リレー。それでは十種障害物リレー、用意スタート。さあ、いよいよ幕が上がりました。 LDH 部活対抗戦、早い早い早い、スコッ、助っ人チームの多い松さん、ゴルフ部ですよ。どこが早いんですか。もう分かんなくなってきちゃった。今バスケ部レモンスティーラーズが今浮き袋ですね。これでもこれ迫ってきてるぞ、ゴルフ部、あ、ゴルフ部、あー、しかし抜いた、レモンスティーラーズが抜いた、いけ。さあ、あとは最後の競技、黒ひげ君に一発、ケンジロ、いけ、飛び上がってキャッチしたら OK、 飛び上がってキャッチ、キャッチ、 OK。 最初の競技強かった、ゴルフ50点です。気配切り対決。ずっと普通のこと言ってますね。ちょっと今研ぎ澄まされております。全一さあ、それでは第2試合、気配切り対決スタート。今日目指してルール。さあ、音楽変わった。ダンスタイム、ダンスタイム、投げちゃダメ、投げちゃダメ、ダンスタイム。さあ、その間にカゴの人は休みましょう。しっかりとお客さんにダンス見せましょう。162、106がアウトで、優勝は中目黒雄二です。中種目は選抜リレー、ガチンコ勝負選抜リレー、よーいスタート。さあ、始まりました。何でもなんでもこれが最後の戦いです。かなり圧倒的ですね。タックル速いですね。いや、エモンスティーラーズすごいコーナリング、しかも話ですよ。続いてはでも圧倒的すごい人、広いスティーラーズ、速い、速いですね。めちゃくちゃ速いですよ。バトンとした、バトンとした、さあ、スルーからこの先エスペランサ迫ってきたぞ。エスペランサ、いいですよ。来ました、来た、来た、速い、あーっと転んでしまった。チャンピオンシッププレイフォービクトリー、優勝はエスペランサチーム。